いやー、行ってきました、一人で。ハワイアンズ。スパーリゾートハワイアンズ。あ、どうした？テンション低いぞ。いや、本当に、罰ゲームっていうものなんだな、と思いました。あの K は。はい。どうした？うん。いや、だから、なんで行くんだろうって本当に思いながら行きましたけどね。まあね。まあ裁判があって負けましたからね。うんうん、まあじゃんけんでね、最終的にね。で、俺で一人で行くことになって、まあ行ってきた話をね、今日は。そうですよ。ここでもう、詳しく。はい、みんな聞きたがってると思うんでね。行ってきたんですよ、結局。やったってことです。これで行かなかったらやばいよ、だって。さすがにね。もうないもん。終わった後もなんかそういう感じだったもんね、もう。すっきり、すっきりね。すっきりね。じゃあ行きますか、みたいな。早速、すごい量の資料を渡されて。ハワイアンズと。これで行こう。で、まあ、仕事があったから、日曜と、日曜のなんか、夕方ぐらいまで仕事があった。それが終わりで行こうと思って、日曜、月曜で。忙しいのに。行ってきたんです。一昨日で帰ってきたの。日月と行ったんだね。日月と行って、で日曜だからもうバスも夕方だからないからさ、直通の全部電車になりますって言ってさ、全部調べてくれて、でこの電車で行ってくださいって言って、でホテルもね、あの予約しときましたんで、もちろんお金とか払ってない感じ、予約しただけですよ。あ、お金はやつが払うのね。予約しただけですから。生産は後でこの日にっていうことで、あのイベントにさ、俺、ホワイトデーに、14日にイベントやったんだけど、そこに来てさ、スタッフが。ああ、なるほどね。だから逃げると思ったんじゃない？もうやらないと思ったのかもしれないけど、そのイベントに来てカメラとさ。だから全部渡されて、VTR 撮ってこいって言ってたよね。になったわけ。それで、まあ、4時ぐらいかな、中野出てさ、上野まで行ってさ。で上野から、悲しそうだな。なんか、電車乗ってさ、湯本まで。特急で。そう、2時間ですよ。わ、2時間何すんの一人で。その間俺何やったかな、動物の、おいでよ動物の森やってた。DS ね。今やってるね。永遠やっててさ。楽しかったでしょ、でも。楽しくねえよ。たぬきちのデパートがさ、改装工事でさ、何も売れねえからさ、話が進まねえから、もう途中でやめたんだけどさ。やめたんだ。2時間。なんかカメラ回せっていう、話になった。ムービーね。でさ、これってさ、よくよく考えたらこれ何だったんだっけ、ハワイアンズって。もともとは、なんかそれがチョコレートプロにやってた、ユネッサンに。ユネッサンの時とはさ、もう全然違うの。そうそうそう。ユネッサンはさ、行こうかなって俺言ってさ、それ行って、行ったわけじゃん。一人は寂しいかもしれないとか言いながら行ったから、まださ、そのさ、持ってきどころがある。イベント性がね。そう、どういうものなのか自分体験するとかもあったじゃん。でも今回に関してはさ、本当にさ、最初に言ってたのはハワイアンズに行くって話だけだったわけ。そうね。それで、負けたらハワイアンズに行くっていうところまでは納得できるんだけど、そのカメラを回させられてるとか、その、ハワイアンズ終わったらディズニーランドに行くとか、そういうのってさ、あれ勝手にハギピーが言ってことじゃん。そう。急に増えてる。急にね。よく聞いてもらったら。そうそうそう。でさ、別に面白くねえじゃん、それ。まあね、まあね。まあ別に面白くないのその時。で、面白くないことを余分にさせられてる。金も払わせられる。そのストレスたるや、尋常じゃないわけ。この後にまたそれもあると思う。2時間そういうのずっと考えてて、マジでほんとハギピ、マジ、あいつだけだと思うんだけど、思いながら。あいつだけだと。2時間経ってさ、地元で。降りまして、真っ暗です、8時。まあ、そりゃそうだな。そんなかかんの？え？ 8 時になっちゃう。2時間かかんね、上野から。福島。うん。それで、2時間だって、はい、タクシーで。タクシーで。もうそこら辺バスも出てねえんだ。出てないし、8時に着いたけど。日曜の8時だもんね。まあな。とりあえず、ハワイアンズに行くもんだと思っててさ。ね？行くもんだってチェックインしないといけないから、ハワイアンズにタクシーの乗ってさ。行ったわけ。で、ハワイへって言われて。運転手さんがね。運転手さん。本編でも喋って。ハワイ一人って言われて。ああ、ハワイ行くんや、俺と。ハワイ送りでしょ。1680円ぐらい。ああ、特急覚えてるね、ちゃんと。一人で行くんですかって。ああ、まあそうだよね。こんな時間に。待ち合わせみたいなね。いう感じで。おお、まあね、みたいな話しててさ。どんな話すんの？なんか花粉症の話とかして。なんでもない話してた。朝、真っ黄色のタクシーが真っ黄色になっちゃったみたいな話聞いて。黄砂とかね。ああ、そうっすか、みたいな感じで。ついてさ、ハワイアン。もう真っ暗ですよ。もう館内も。で、もう、チケット取
ケット売り場も誰もいないです。いないわな、そりゃな。で、まさかその時点で。もし入れなかったら、このまま帰らなきゃいけないから、タクシーの運転手さんに待っててもらって。怖えか。あ、帰れると思ってるしね。うん、もしかしたら危ない。もしかしたら入れないかもしれない、うん。で、止めといて、で、中行ってさ、うん、したら入れますって言うから、うん、で、あ、やったと思って入ろうとしたらさ、タクシーの運転手さん、ブブブブブってお前何やってんだ、そうだと思って。で、払って。払ってなかったんだ。払ってなかった、うん。その間もずっとあいつメーター止めてねえからよ。ガンガン上がってってんだよ。まあ、それはしょうがない。しょうがない。2000円ぐらいになっちゃって。で、払ってさ、ありがとうございましたって言って。2時間しか楽しめないんですけど、いいですかって言って、うん、いや、もうはい。って言って、とりあえずしょうがないですって言って、うん、10時半までだからって言って。うん、で10時半までやってんだね、夜のね。で、入ってさ、で、どこ行けばいいんですかって言ったわけ。もう、広すぎてわかんないよ、どこ行きたいか。ちょっと怒っちゃってんだもんね。いかにぶつけちゃったのか、かりの人に。今、ちょうどポリネシアンショーが始まったから、すぐ下行ってくださいって。なるほど。で下行ってさ、うん。下もう始まってんのよ。ポリネシアンショー。うん、もうで、もう満員。どんどこ満員だよ。そうなの日曜の。何百人といるわ。うん。すんごいいて、でもしょうがなくカメラ回し、ずっと回してて、うん、で、回してたら始まったすぐにさ、うん、いよいよお待ちかねの、皆さんと一緒に踊るコーナーです。ああ、来た。これだ。ああ、これだと思うね。これはちょっとね、やっとかないと、うん。行かなきゃいけないなと、うん。で、みんなハワイの格好してるのに、俺だけコートとか着ててさ、一人だけもう。来たまんまだもんね。来たまんまだから、その足で行ってるから。日本人だ、日本人、うん。で、しょうがないから、一番前にいた、うん、男の子と女の子の、なんかカップルみたいな人に、うん、すいませんけど、これで僕を撮ってくださいって言って。うわぁ、いきなり一元で。すごいね。だってそんなもう迷ってる暇ないから。時間ない。始まっちゃうもんね。渡して、で、登ってさ、それで、アロハ、こう、ハワイダンス、うん、ハワイアン。ハワイアン、フラダンス。フラダンス、フラダンスだ。ずっとこうやって、やってるのを撮ってもらってさ。うん、それは、格好貸してもらえるのその時。ないない、その格好普通。汗だくじゃんじゃん、もう。そうそう。その周りはみんなやってるでしょ、だって。ああ、だからもらったんだよ。レイを。ああ、いいじゃない、いいじゃない。これ。ああ、はいはいはい。髪のね。黄色のね。はい、黄色の。はい、あ、これをね。これを。やついの髪の毛が絡みついて。それを首からかけて、はい。これを、やる人だけもらえるんだけど、黄色い。うん、まあ、これプレゼントしますよ。リスナーに。よかった、やった、やった。うん。これかけられて、うん、で、一人で踊ってるのを撮ってもらって。女の人ばっかりじゃん。いやいや、子供とか、もう男とかいっぱいいるし。いるんだね。休みだから、何しろ、うん。ファミリーと。もう、すごいいっぱいいるんだよ。カップル。やつ見られてるわけでしょ？見られてるよ。だからバレててさ。うん、あ、やついだみたいになって。なってるよね。なりながらもまあ踊って。でカメラとか探してるもんね、みんなね。うん。で、降りてきてさ、その男の子に、うん、ありがとうございました、つって。撮ってもらってね。で、ショーが終わって。うん、で、しょうがないからそのまま座ったの、隣に。うん。その男の、うん、そしたらその男の子が、ものすごい詳しかったの。うんハワイアンに、センターに。ハワイアンの年間パス持ってて、もう何回来たか分かりませんっつって。で、この後に、りょうこさんが出てきますから。誰だよ、りょうこさん。誰だよ、りょうこさんって誰全部知ってんのよ。フラガールの名前は。フラガールたちの名前を全部知ってる人だった。どこにもいるんだね、そういうお達さんね。的なね。それで、今日は何時来たんですかって。その人もね。何時来たんだね。知ってるから、で、僕も、ラジオの、うん、まあ企画で、一人で、来たんですよ。一人で来たんですかとか言って、うん、じゃあ、楽しんでてくださいとか言って、もう完全に、お前のもんじゃねえ。客目線じゃないの。ああ、仲間だ、ね。運営目線なの。ああ、楽しんでくださいって。で、この後は、バーンって出てくるやつがあって、このダンスがあって、最後にフラガールの、あのシーンでお馴染みになった、青井優ちゃんが踊ったあのシーンがありますんで、で今日はなんと、りょうこさんが、その、シーンをダンスされますんで、本当についてますよ、とか言われて、とか言って。わかんねえ、わかんねえな。で、一緒に撮ってね。で、撮り終わってさ、そしたらもうその人はさ、ダンサーが出てくるから、出待ちしましょうってなって。出待ちしたの出待ちしましょうってなったわけ。やつさんもね、わざわざ東京から来てるんだから、つって、うん、って流れてさ、何にも着替えないまま、出待ち、ポイントまで行って、その人と、うわ、すごいね。愛さんと一緒に行って、で、待ってたわけ。外なのそれは。外じゃ、中。中であるんだ。中で、その、舞台から。楽屋に抜ける道を知ってて、そこの合間のとこにいると、みんなに会える。あそこいいポイントがあるっていうので、マニアにそのポイントに行ったら、もうさ、いるわけ、先客とかもいて、おー、なんとかさんとか言って、もう仲間だ。
オタク仲間が。知り合いな、うん。で、そこに俺も一緒に行って。初ですけど、みたいな。はじめまして、つって。ほらみたいな感じで。で、カメラ持ってさ。したらフラがあるたし、パーって。結構出てくる、ね。で、もうみんなすごい、そしたらもうその、愛さんとかもテンション上がっちゃってるからさ、うん、わーって言ってさ、どうもどうもーとか言ってなんか話しかけてて。うん、握手とかするのね。握手とかして、写真撮ったり、うん、してるわけよ、うん。で、俺も一応撮ったりとかして、そしたらまあ向こうはさ、うん、あれってなるじゃん。あ、なるよ、ね。まあお笑い芸人の。撮ってるけどあいつなんだなって、うん。で、あ、お笑いの人だみたいになってさ、うん、でフラガールとかにもかなりさ、うん、囲まれてちょっと人気出ちゃって、俺。ああ、なんでいいんだこんな変な動画っつって。で、嫌な気しないじゃん。って感じ、結構、テンション上がってきた、それぐらいから。女の子と喋るとね、そうやっぱね。割とモテるわけ。フラガールの時に。やばいじゃん、そんな周りの。そうだよ。そうだよ。テンションバンバン上がってきちゃってさ。おぉ、ちょっと、楽しくなったの撮ってんのもやっと来たね、そこで。すんごい上がってきちゃって。でも俺もテンション上げてると撮っててさ。ああ、最高でしたよとか言って、撮ってなんかやったりとかしてたら、その、愛さんがテンション下がってきてたの。そりゃそうだよ。つってさ、こっちは年間パスで、そんな顔見たことないと。そうでしょ？あ、違う、そういうんじゃなくて、うん、あれ。あれ違うの？りょうこさんがいないっつって。何それあれ。あれ何それりょうこさんがいないぞっつって。それやばいわ。すっごいテンション下がったの。うん、やばい。あんなに元気だったのに。うん、え、どうしたのつって、あの、最高のダンスを踊っていただいたあの、りょうこさんにね、言ったじゃないですか、僕が。そう、言ったあの、このね、何人もいるダンサーの中で、5人しか、あのダンスを任すことができないって言われてる中でも、一番人気のある、フラガールにも出演経験のある、あの、りょうこさんが。すげえラジオ向き。ラジオ向きな説明してくれるの。俺に対しても説明してくれるから。な、出てこないんですよ、っていうの。それで、ここしか通らないっていうのだ。だからもう見落とすわけはない。ないって言って、で、今日、りょうこさんに会いに来たんですよ。やばいな、やばいやばい。だってさ、もう、俺もさ、一人で行ってるっていうテンションじゃなくなってくるわけだ。もう、愛くんがさ、やばいと思って、りょうこさんに会いたいんだと。りょうこさんそんなすごいのって言ったらすごいです。あんなにファンを大切にする人はいないので。取らないわけない。僕たちがここにいるのを知ってるのに、あの、知ってるかどうかもわかんないんだけど、知ってるのに、ここを通らないで違うとこを通るわけない。いうわけ。で、その仲間にもそうですよね。確かに。確かに、りょうこさんはそういう人だから。追っかけ仲間ね。で、そしたらその、愛さんにさ、いや、ほんとファンですねって言ったら、ファンじゃないって言うの、すごい。うちの姪っ子がファンで、その姪っ子が、4歳の姪っ子が、フラガールを見て、フラダンス大好きで、それで俺も来てるだけなんだって。お前姪っ子いないんでしょ、いないんだよ。姪っ子いないんだよ。連れてこい。ここはファンじゃないんですよ。姪っ子がファン。そこはちょっと隠したい。なんか分かりやすいけどね。で、あ、そうなのつって。で、りょうこさん、とりあえずいないねって言ってさ、したら、急にさ、あっていう顔してさ、あ、よいちだっていうの。よいち、うん。なんだよいち。あ、よいちだっていうわけ。どうしたのよい、何よいちって。怖い怖い怖い。なんか聞いたら、この後、よいちの風呂っていう、あの、日本で一番大きい露天風呂なんだけど、そこで、影絵ショーがあると。影の、あの、障子があって、そこの向こうでダンサーが踊るわけ。影絵。ね、それが、フラガールの中から、毎日4人、選抜されて、あの、影をやらされていると。やらされて仕事でしょ？なんだその劣悪な環境みたいな。やっているから、あれ、りょうこさんは、あ、影、よいちだっていうわけ。今日、よいちのお風呂に行ってると。あっちだと。そう。よいちだっていうの。間違えたこっちじゃねえと。したら、ヤジさん、夜市に行かないと、りょうこさん会えませんよって言われて。俺関係ない。会いたいになってる。俺がなんか会いたくなっちゃってるわけ。で、俺もなんか、そういう気持ちになんか。まあまあ、ちょっと見たいよね。りょうこさん会いたいなって。言うんだったら。そうだとか言ってさ、その仲間たちもさ、夜市が入ってる時は早いっていうの。あ、出が早いって。出がね。出が早い。だこっちはもう、すぐ。すぐ来なきゃいけないから。9時半だからって言って。やばい、もう行かないともう。じゃあもう急ぎましょうって言って、夜市にさ、みんなでブワー急いで。あ、もう、おたこみ仲間でしょ。みんなでなんだね。うん。まあ、二人の、サーファーの二人のカップルと、で、その、メイがファンっていう、自称ファンじゃないっていう、アイくんカップルと、俺と5人さ、カップなんだね、アイくん。カップル移動して、で、夜市のさ、入り口まで来た時にさ、あ、待てよってなってさ。あれあれアイくんが。またひらめいちゃった。なんか違うひらめきが。待て。ひらりんって来ちゃった。なんのこのスピードで夜市に来たのに、会わなかったってことは、もしかして夜市じゃないのかもしれないとか言って、迷い出したわけ。
やばい。でも9時半が家計が始まるから。一応夜市は行った方確認した方がいい。そうだよ。だから行かないといけないけど、うん、夜市に一回入っちゃうと、うん、今度は、で、終わって、うん、あの、出る時に会えないと、まずいってなって。まずいってなんだ。どうしよう、どうしよう。まずいんだ。名もいねえだろ、だって。うん、で、夜市に行くには、うん、女風呂から入ってって、踊って、踊り終わったら、女風呂から出て帰ってくるらしい。いや、女風呂の前で出待ちなきゃいけない。だから、出待ちをするんだったら、女風呂の前。最低じゃん。最低の出待ちポイントだよ。うん、で、このまま入って、9時から入って、うん、それで、あの、出てきたら、間に合わないかもしれないから、このまま夜市で待ちましょうってなるんだけど、俺はさ、うん俺、10時半体感でさ、まだ風呂には何にも入ってないじゃん。そうだよ。で、2500円とか払っててさ、うん、夜市ぐらい入りたいわけよ、俺は。ああ、なるほど。ああ、中でね。でもなんか流れ的に俺だけ入るわけいかなくなってるから。あの、夜市、ああ、ちょっと一旦入りませんかみたいな感じで言うんだけど、アイくんもガンとしてさ、ここをちょっと抜けちゃったら、りょうこさんに会えなくなるから、そしたら本末転倒じゃないですかみたいなこと言われて。本末な、なんで風呂楽しめ、うん、でも一瞬だけって言って、俺もその、なんとかごねてさ、よいち、じゃあしょうがないって言って、アイくんとさ、アイくんも連れてったのアイくんも。なんか影でわかるっていうのよ。どれが、りょうこさんがね、もう影で。やっぱ念願パスポート使ってるから。すげえな。影の見た、影で見た感じで、りょうこさんの身長で、だいたいわかると。りょうこさんはその身長でかいから、そのだいたい何マス目ぐらいの襖に来てるなっていうので、あ、襖なんだ、影って。すげえ、何やその殿様遊び。りょうこさんわかるすげえ、やらしい匂いするよね。昭和の。だからもう入ってさ、そのサーファーの人と、うん、男さん、ね。アイくんと俺で3人で、バーッと入って、うん。それで確認はとりあえずできるから。入って、うんバーって入って見た瞬間に、わかんねえっつってさ。わかんねえんだよ。なんでだよ。わかんねえな。今日はわかんないなっていうの。今日はわかんないっすかとか言ってさ。しょうがねえかも、今日はわかんないっすかってさ。すいません、じゃあもう出ましょうっつって。えもうわかるかわかんないか確認してきただけだから、わかんないってなったら、もう出なきゃまずいし。出たのね、やつ。出たよ。もうめちゃくちゃ入ってもすぐ出あんだけ大好きなお風呂もうすぐ出てさ、拭いてさ、アイくんとかさ、もう超急いでっからさ、裸なんだよ、もうほとんど。パンツ一枚でさ、もう外出てってさ、ね、早い早い。まだ出てないですかね。はい、やばい。アイくんやばいよ。ズボンも履いてさ、やばい。たださ、女風呂に入ったであろうさ、女の子二人たちが、もう涼しい顔でさ、うん、いたわけ。うん、そう、どうしたのとか言ったら、あ、そうだよ、それで分かるじゃん。入ってないっていうの。で、なんで入ってないのって言ったら、聞いたら、今日、りょうこさんは、夜市じゃないって言って。あら外してるじゃん。また別の方もあるんだ。で、夜市じゃないっていうの。もうないでしょ、だって選択肢が。もうアイちゃんがさ、うん、アイくんがさ、うん、いや、女風呂の方も見てないんじゃない女風呂見たのとかみたいなってさ、もう見てるでしょ、それ。2、2でさ、踊るから、うん、男風呂の方の2と女風呂の2は違う人なんだ。違うんだ。女風呂の方見たのとかいう感じになって。でも、女の子は、いや、でも女風呂には入ってないけど、うん、そのスタッフの係の人に聞いたら、うん、今日はりょうこさんは入ってないっていうことだったって言って。もう確実じゃん。あーってなってさ、アイくん、また落ち込んじゃってさ。お休みだったってことだ。うん。あ、違うの？踊ってたけど、だから、会えなかっただけの話。なるほどね。あ、先にそれ知ってたのか。夜市は入ってなかったわけ、うん。で、こうな、うわーってなって、アイくん。だってもう、出待ちだけが目的だったからね。うわーってなってて。あーってなって。あー、あー悔しいです。やついさん、もう来てんのに、みたいな感じになってさ。合わせてあげたかったさ。一目でも。いつの間にかめっちゃファンみたいになってんの、俺は、りょうこさんに。東京から愛来たみたいになってて。たぶん愛くんなんかどっかでちょっとそんなっちゃったの。スイッチが入っちゃったね。あーってなったら、もう格なる上やみたいなことになって、楽屋知ってますんで。ね、迷惑だな。楽屋で会ったことあったよな、みたいな感じで。いや、楽屋いましたね、みたいなって、うん。女の人だけの楽屋があって、そこに行くと、すっぴんの、そのフラガールに会えるっとか言って、すっぴんなんで、会っていいのか悪いのか分からないんだけど、とか言って。ちょっと黙ってるね。うん、でもまあそこでね、なんとか、会ったことあるんで、そこ最後の頼みとして行ってみましょう、とか言って。もうやばい段階来てるね。でも、それはもう。言ったわけ。夜市に来ちゃってる段階で、もうかなりのロスタイムあるから、もうね、もう帰ってるよって言ったけど、いや、でもまあ入るかもしれないし、そうだね。っていうわけ。だからもう行ってさ、楽屋まで。もう10時過ぎになってるわけじゃん。誰もいないし。あれ。あ、楽屋誰もいない。楽屋っていうか、もうその、そこまで行けないですけど、入れはしないですけど、入り口の。ここで待ってたら、その出てくるかもしれないっつって。あ、なるほどね。だから待ってんだね。楽屋、カンコンとか行くわけじゃない。楽屋の出待ちなの。あで、待ってたんだけど、来なくて、で、さすがに夜市行っちゃってるからもうダメなんじゃないってなって、あー、ダメかー、来たのにやーとか言って、氷山から来たのにとか言ってさ、1時間以上離れてるところから来てて。
ああ、すいません、アトリさん、とか言って。残念は残念だけどな、うん。じゃあもう帰りましょう。もう10時半ですよ、その時点で。もう何も楽しめて。10時の頃も終わっちゃって。夜市に5分ぐらい入っただけで。あと、永遠回して、ずっと涼子さん追っかけて回って、2500円。何その VTR? 涼子さん探せじゃん、涼子さん探せ。うん、終わってさ、俺で、車で帰るというか、乗せてくれるのかなと思ったらさ、うん、さっさと帰っちゃってさ。ピューって言ったら。リアルな話そうだよね。やついさん、明日も来られるんですかって言うから、明日も多分朝。朝ね。朝の昼の会で、りょうこさんいらっしゃるんで、そこで絶対会えますんで、とか言って。見てください、って見てください。って帰ってってさ、で、俺一人でタクシーさ、タクシーっていうかさ、ホテルさ、泊まろうと思ったら。隣接してるところじゃないと思ったらさ、そこじゃねえんだよ、撮ってるところ。撮ったホテル?どこで撮った?電話したの、ディレクターに。そしたら、高いから撮ってません、とか。ってあらららら。高いからってなんだよと思ってさ。こっちが払うんだろ。払うし、しかももともと満席なんだって。あ、満席で、実際全部満室なの。はぁ。直前じゃ取れないんだ。取れないし、多分パックがもう全部埋まってて、ね、そんな、いきなり入った飛び込みでは入れないわけ。しかも1名だし。で、俺の湯本まで戻らなきゃいけなくなっちゃって。わわわわわ。タクシーで?タクシー呼んで。タクシーはいる?呼んでもらうの?呼んでもらう。うわぁ、大変だ。また無駄金で。無駄金で。まだ入って、また湯本まで戻って。無駄金無駄時間。で、指定されたホテル行ったらさ、このホテルがさ、なんだあれはと思う。あのね、なんて一応ホテル。ホテルって書いてあったんだよ。入り口入ってさ、でも普通にチェックインしたらさ、建物はここじゃないですって言うわけ。そんなホテルある?どこだろ?え、なんですかみたいな。いや、フロアはここじゃないんですよ、みたいな感じで。どうぞこちらですとか言ってさ、どこに連れてかれる?すごいさ、なんかガレージみたいなとこ入ってかれて、すっごい裏の裏に入っててさ、普通の家みたいなところ。普通の、なんつうの?一軒家。公営の住宅みたいな感じで。アスファルトの階段トントン登っててさ、ガチャーンみたいな感じで開けて、入ったところで、え、ここっすかみたいな。で、抜群に汚くて、抜群に臭いわけ。カビ臭いね。うん。それ、ご飯とかもないのね。まあ、ない。何も食ってないじゃん。あ、そうだよ、そうだよ。やべえからさ。コンビニとかな?このホテルなのかと思って、まあ、4000円だからしょうがねえなと思って。4000円はしょうがねえな。安いな。でも俺、別室に通されると思う。別の建物なんだから。で、どこかないですか?食べるとこな。あの、オカメちゃんとのがあるっていうから、駅前に。俺、仕方でか一人でオカメちゃんまで歩いててさ。大衆食堂みたいな。オカメちゃん。オカメちゃん。オカメちゃん。はい。さ、カラカラってたらさ、もう、チンピラみたいなのがいっぱい。うわ、最悪だよ。カメラ回してんのほんでやつよ。そこ回してない。あ、怖いもんね。オカメちゃん入って、やってる?やってますか?って言って、やってるよとか言って、座らされてさ、エビフライ定食食ってって。別に、そこの地のものでもなんでもない。ずーっとみ、ひばりちゃんの話してた。あ、もうそこらへん、チンピラは。ひばりちゃんに会いたかったなーとか言って。あれ話だよ。何年前に亡くなってんのよ。永遠しててさ、そこのマスターがさ、おい、もうひばりちゃん来てないけど、辰巳拓郎来たんだ、昨日。全然違う。辰巳拓郎ってさ、サインでもさ、全然違う。すごい言って。やつには気づかれてんの?俺気づいてる。ああ、よかった。やっぱ歳が違うんだな。ちょっと上なんだ。気づかれてない。ずっと、エビフライとか食って、帰って、ものすごいディープな気持ちになってさ。だから夜それでもう12時回ってるぐらいか。そう。何なんだろうと思って、これ。これ何だと?この旅は。これ何なんだろうと思って、本当に。ちょっと自分と向き合う時間になった。そうだね。今までのね、芸人になってからとかね。何だこれと。寝返り打てへんだったよ、ベッドも。だってもう。え、なんだ?もう自分が入るぐらいだもん、幅が。え?すごいね。4000円だから。うん。すごい、棺桶みたいなもんだ。お風呂は?お風呂あるよ。ある。うん、でも温泉の街でさ、俺結局普通にスードレスの風呂入ってるから。まあな。最悪だよ。湯本で普通の風呂入っちゃった。初日だよ、初日それが。行ったんだったらさ、温泉宿泊まるよ。お金出してさ。まあな。だから一番もう辛い方向だよね。スタッフが変に気遣ってくれる。気遣ったから。何これって電話、車線電話したの。あ、ちょっと。そしたら罰ゲームなんだからしょうがねえだろみたいな感じで決められて。まあ、ごもっともっていうかごもっともだよね。バロデューさんの罰ゲームじゃないんだけどね、もともとも。次の日の朝またタクシーで。意味なくないこれ2回も払ったのか。2500円払って。で、2日目何するのだって。2日目だからその、りょうこさんに会わなきゃいけない。もういいやつだな。今回は本当にファンだよ。とりあえず目的としては。本当いいやつだな。だって1時半に行くって言っちゃったしさ、その、あの、皆さんに、ダンサーも。皆さんも来てんの皆さん、その何人か話した時にちょっと仲良くしてくれた人が、明日も来られますかって言うから、じゃあ1時半に僕行きますんで。ちょっとテンション上がってたしね。行ったから、行かないと済んだよなと思って行って。
えらい。でもプールも入ってないしさ、プールも。そうだな、うん、ちょっと楽しもうと、二、うん、日目は。おい、もうプールね、着替えてさ、水着に着替えて。今回は楽しめるよ。カメラ持ってさ、多いじゃん、いいじゃん。カメラ持って行ったわけ。そしたらもうさ、ずっとこうやって回しながら入ってんじゃん。もう変態なの。どう考えてんの？そりゃそうだよ。そりゃそうだわ。盗撮だよ。丸見えじゃない。まださ、まだ、水着を着てるから、まだいいかなと思ったけど、やっぱ変態なの。変態。対象がないんだから。一人きりだもん。そうだよな。よく見渡してみたけど、回してる人は大体子供撮ってんだよ。そうだよね、家族で来てね。で、その、仲間で来るやつは、カメラ回してる人がいないわけ。いない、ね。うわーって遊んでるわけ。一人で黙々とカメラ、水入りながらさ、カメラ回してる男なんかいないし、どこ撮っていいか分かんないじゃん、まず。こうやって見て。そうなんだよな。うん、なんとなくさ、だからさ、目も当てられないんだよ。うん。サインダー覗いちゃうと、もう撮ってる感があるから、ずっとさ、横にこう持ってる。よりリアルより変態だろ、それ、お前。ああ、そうだよ。それが一番ダメだって。ダメだっぽいって。いや、それダメだって。やばいって、そっちの道だって。撮れっていう話だって、撮れってなんかことがなければだよ。いやいやいや。元々の話だって、こんなことならなかったのに。普通にひっそり入ったりとかして、そういうなんか、いろんなアトラクションとかも楽しめたのに、カメラがあるばっかりにもう何もできないわけ。うん、そうだな、もう水につけられないしな。つけられないし、預けることもできないし、それ撮ってくれっていうわけにもいかない。みんな入ってんだから、みんな。あ、そうか。楽しみたいしな。うん、混んでんの月曜日だ。めちゃくちゃ混んでんの。あ、休みで。だって全部満室なんだもん、月曜日も。へぇ、そのね、ホテルが隣接の、ね。だから俺水にだけちょっとだけポチャって入ってさ。うん、ずーっともう、カメラ回ずーっとカメラ回って。頭の上にずっと持ってさ、はいっつって、うん、バーディーみたいな感じでずっと持ってさ、一人で、うーっと持ってるから気持ち悪がられるじゃん。だからそうちょっとこうやってさ、でパスパスとかさ、そういうギャグもできないわけ。ボールパスパスみたいなのもさ、カメラあっかり何もできないし、ただただで風呂みたいな感じでプールに浸かって。2分ぐらい出てきて。もう耐えられないね。耐えられない。生まれに辛くて耐えられないね。だからもうなんかしないといけないと思うから、流れるプール行ってさ、カメラ回しながらず一周流れてさ。だからもう、お盆にカメラ乗っけてても一緒だろ、あれ。多分。ずっと流れて。孤独とも戦いじゃん。後ろ、みんながさ、4人ぐらいで来るとさ、楽しい感じのアトラクションだからさ、うん、流れるプールで上からさ、滝みたいになってんの、バーって。あ、なんか、おっきい樽が。やめろやめろやめろみたいなさ、うん、水かかっちゃうかかっちゃうみたいなのがあるんだけど、うん、そういうのもさ、カメラあっからさ、うん、逃げろ逃げろ逃げろって。本当に、本当にかかっちゃダメだ。カメラとかも入ってるから。危ない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 。カメラあるからやばいやばいやばい。濡れないようにしなきゃ濡れないようにしなきゃ全部入ってると思う。いや、あと一人で喋ってるわ。気持ち悪い。濡れないようにしなきゃしなきゃ、まずいまずいまずい。じゃあ、プールマニア見えなって。一周してるだけだ。一周してるだけ。はい、一周しました。で、カメラ見てさ、また降りてさ、さあ、どこに、もう行くところがないですけれども、とか言ってさ。地獄だわ。地獄だ。地獄だ、ほんとに。サメとかも撮ったら、ものすごい怪しまれる。ショー始まるから結構それで時間潰して。そのやって、うん。まあ、ちょ、流行るね。でも、りょうこさん今回あるから。そうでしょ、うん、それが取れれば、まあ。んで、まあ、うん、ショーがね、うん。やっと来た。そう。始まる。昨日から、愛さんがあんだけ言ってたりょうこさんですから。愛さん来ないんだよね、その日は、ね。愛さん今日来れない。仕事で。うん、でも、その、サーファーのお二人は。あ、来てた。へぇ、ね、来てた。あ、よかったじゃん。友達すぐ、あーとか言って。あー、よかったよかった。あ、どうもどうもどうも、みたいな感じで、ものすごい仲良くなってさ。で、じゃあ、ここで、真ん中で、ずっと見てて。うん、ショーが昼というのは違うんだって。もうだよ。内容が。うん。だから楽しめますよって、うん、アイ君からも聞いてたから、うん、ずっと見ててさ。で、もう撮りながらやって。で、そしたら、またダンスの。うん。シーンになって。踊るシーンになって、うん。また上がってって。うん、あ、また、また上がって。だから、例が2個ある。あ、そういうことだから2個。なんで2個あんだろう。あ、2個。昨日も来ましたね、みたいな。うん、そしたら、そのサーファーの金髪の人と2人でいて。あ、行って。そしたら、金髪の人がバーンって肩叩いて。りょうこさんです。あれりょうこさんです。ああ、いたいたいた。じゃあ俺りょうこさんに、この礼をもらったの。わあ。うわーってなんか俺なんか知らないけど、泣きそうになってきて。俺りょうこさんに、このりょうこさんに会えたと思って。よかったよかった。ありがとうございますっていう感じで。一日かかってるからね、会うまでに。すっごい笑顔でりょうこさん。ああ、いい人だった。いい人だった。よかった。で、俺真ん中に陣取ってさ、子供とかどけて真ん中に陣取って。見せろっつって。ふわーって踊って。うん。もう昨日やってるからね、もうね。やってるから。うまいから。もう完全にできて。マスターしてる。それで終わって、もうすぐ、もう知ってますから、全部知ってますから、うん、終わって、もうずっと撮って、うん、撮り終わったら、あそこ行きましょう、つって。
で、また、フロアの、通路のところ、すぐ行って、カメラも。出待ちね。お疲れ様ですとか言ってみんなに話しかけて。お疲れ様でしたつって。お疲れ様でした今日よかったですよ可愛かったです綺麗でしたとか言って。で、りょうこさんとかにも挨拶して、写真みんなに撮って、サインして。サインやついいのみんなにサインして。あ、したんだ。ギブアンドテイクで。こっからだって一人でバイキング食べてさ。出ました、一人バイキング。一人バイキング。慣れたもんですよ。どうなんすか、一人バイキング。サーファーの二人一緒じゃなかった。もう食べちゃった。あ、食べちゃった。やばいやばい。それ食べて。もう15分ぐらいでさ、もう間に合わないわけ。あ、時間がね。よく見たらさ、もう3時の電車に乗らないと、もうディズニーランドに間に合わない。うわわわ。行かなきゃいけないじゃん。あのもう、ハギピーが言ったからさ、したらそのサーファーの人たちの話で、この後ね、魅惑のマジックショーもあるし、ね、面白い、新しい、そう、フラダンスの1時間ぐらいの稽古の時間もあるし、まだまだ楽しめるし、アロハスピリットのまだ先ありますよって言われた。なんだアロハスピリット。アロハスピリットって言ってたもん。なんそれ。わかんない。アロハスピリット。なんだアロハスピリットの先ってアロハスピリットまだ入ったばっかりなのに、こっからなのにもう帰るんすかみたいになって。バカですよみたいな。で、あ、そうっすか。つってね、リゾートハワイアン、どれぐらいないと楽しめないですかね。つって、3日あっても足りないですよって。ああ、そうなんだ。人は言ってたから、それでもう、1日もいないわけじゃん。もう半日もいない。これ、もともとだったら入れたわけだから。そうね、そうね。で、ディズニーランド行かなきゃいけないじゃん。意味のわかんない上乗せね。で、ディズニーランド行ってさ。また戻って。上野まで戻って。上野から上野から前浜まで。前浜まで行って。で、行ってさ。3時間半とか。ロー、夜ですよ。もう夜。さあ、みんなまだ。一日が早いね。移動がね。超寒いの。話してるとこんなもんだけど、相当なもんだね。相当だ。一人だからね、これずっと。動物の森はやったのやっぱり。もうやってない。もう疲れてるから。寝ちゃって。それでもうずーっとディズニーランド行ってさ。んで、もう園内回ったけどさ、いないのよ。あ、その、キャラクターたちが。みんなが。あの子たちが。あの子たち。可愛らしいあの子たちが。いねえの。で、携帯の充電切れてさ。あ、もう、斜面も撮れない。斜面も撮れないじゃん。もう撮れない。そうだ、ビデオ。どうしたいですかカメラセンター行って。カメラセンター。カメラセンター行ってさ、充電したいんですけど、充電というのは、この世にはないですみたいな。空気出されて。ハテナみたいな顔で。1500円で、この充電、急速充電器を買ってくださいみたいな。急速充電器、やっぱ充電じゃん。うわ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 。はい。すごいね。1500円って。たった。609円じゃないんですかコンビニ。知ってますよ、これ。1500円です。これしかございません。で、出たら買えますっていうか、出たらまた入れないでしょって言って、もう、はい、とかなって、しょうがないから1500円でそれ買ってさ、うわ、トイレに入って、時にちょっと中涙出てきてる。と、初涙。この2日間で。で、ディズニーランド。行くぜっつって。行くぜっつって。でも、動物取らなきゃどうしようもないから、あの子たちを。動物っつって。キャラクターたちを。あの子たちを取らなきゃどうしようもないから、もう、パレードが始まるっていうことだったから、まあね、それにもう行くしかない。道路に座ってさ、一人で。あのね、コースにね。コースね。いっぱい陣取ってるもんね、座って、ずっと座って、そっから1時間半座ってました。うわ、何にも乗らず。何も変えず、動けず。充電池だけ買ったね。ずーっと座って、ラサール石井さんの笑いの現場読んでてさ。ずーっと、これが笑いになるのかなとか思うこれどれにも当てはまんねえどれにも当てはまん。売れるところのノウハウが全然違うんだよ。一人でこんなことやってて。ずっと座って、全部撮ってさ。ああ、よかったよかった。全部撮って。ああ、新しい。終わって、それ電話したわけ。撮れました。撮れたと。うん。したら使えないってわけよ。ディズニーランド。P が、うちの P が？そんなの使えません。しかも自分が入ってないんだから、そのモザイクかけたら全モザイクだから、意味がないじゃないですか、みたいな。お前最初からそれさ、分かってたからね。懸念があったよね。あったあった。やっぱ厳しいからさ。そう、意味ないっすね。そうだ、意味ないよね。うわ、すごいね。そこで言われたんだ。あ、そうです。もう怒る気もないです。あ、そうです。あ、そうです。真っ白だ、真っ白。あ、はいはい。ね。もうすごい、リュウチーシュみたいな気持ちになって。いい演技するね。うん。あ、わかりました。つってさ、ピッと切ってさ、ポカーンとしたら20分ぐらい。ポカーン。止まっちゃったよ、止まっちゃったよ。したらウォルト・ディズニーが楽しそうな銅像があってさ、ああと思ってさ。手引いてるやつ。ああ、本当に泣きそうだと思って。したら、ミッキーの家があるっていう話を聞いてさ、もう聞くしかない。どっかにいねえかって聞いたら、もう、パレードが終わったらどこにもいないって。うん。もう、プライベート。唯一いるとしたらミッキーの家だって。うん、トゥーンタウンだ。うん。
そこに行くしかないっていうか。あ、もう頑張る、頑張るやつ。しょうがねえ。もうなんとかツーショットだけでも撮ろうと思って、ミッキーの家行ってさ、40分待ちですよ。うわわわ。ミッキーんち長期店の家。そんな遅い時間なの？すごいやな。最後にミッキー撮ろうとしてんじゃない？みんなね。全部終わった後、ミッキー40分待ち。取り立てがすげえんだもん。再建、再建で。大行列の家だよ。で、俺一人で待ってんだよ。でなんかしないけどさ、4人連れの女のさ、2と2の間に入っちゃったわけ。わあ、なんでだよ。わかる。その後から最悪だ、最悪だ。なんかこうなっててさ、したら2人がさ、どうぞ、先にどうぞみたいな。変な。そうだね。前、4人一緒になりたいから。僕いいっす。僕いいっす。4人先行かせて。行かせてね。一人でさ、黙々と、ずっと待ってな。で、後ろの人にちょっと頼んだりして。もうよくわかんないし、TBS ラジオとか、なんか一人ごとも言う感じじゃないの。まあね。それが全然違うよね。熱海とかじゃない、あそことは。スパリゾートとか。箱根とかとは全然違って、一人ごとが出てこない、もう。もうあまりのことに。あまりのショックにね。永遠カメラいじってるだけずっと。あーとか言って。まだかなとか言ってさ。そしたら花火始まっちゃってさ。花火始まりましたってなってさ、みんなうわーってなっててさ。見てんね。一人でぼーっとカメラで撮ってさ。まあ花火は使えっかなぁ。花火はね。で、並んで。40分ぐらい。で、ぼーっと映像見て。なんか、ミッキーのさ、大活躍の映像見せられて。それで待ってあげて、ぼーっと見て。そしたら、いいですよー。あ、来た。よかった。で、そのためにさ、何名さんですか？何名さん？あ、聞くね、聞くね。でさ、何名さんですか？一人です。あ、はい。まあ、ちゃんと客商売だから分かるけど、ちゃんとしてる。変な感じはいなんないよ。まあね。急に来たから。4名です、4名です。あ、一人です。そのざわつき感ね。後ろの。周りも？後ろのね。だから一番全然俺は振り返れなかったけど。あ、一人です。つって、ミッキーの家。入って、お邪魔してね。ミッキーちょっとさ、仕事中だったんでさ。で、ちょっと見てきますね、とか見てさ。あ、仕事が終わったみたいなんで、今入ってくださいとか言って、入って、ブワーって入ってて。そしたらミッキーが一人いてさ、どうもーみたいな感じなわけ。あ、一応ね。で、やったーやったーって思って、本当にさ、本当に嬉しかった、ミッキーやった時。やったーだと思って。大好きになっちゃったでしょ、だって。もう大好きだよ、だってもう。初めて会ったんだから。それでなんか順番並んでさ。写真をね。写真撮って。で、みんなまあファミリーの、まあ主演なんだけど、あ、俺一人です。また一人です。かかりの人にカメラを携帯渡して。で、ミッキーはやっぱさ、肩たたんでくんだよね。ドンマイって。ドンマイ完全にドンマイなんだよ。ドンマイみたいな。ドンマイ、ミッキーからやられた。一人でも気にしないよ、ミッキーは。そんなこと言ってませんけど、こっちはね。ああ、ありがとうございます。こうやってて。みんなカメラ持ってんだけど、俺携帯とさ、ビデオカメラ。ちょっとビデオカメラで撮ってもらって、で、その後携帯で撮ってもらっていいですかつってさ、ミッキーに言ったらさ、もちろんだよみたいな感じで頷いてくれてさ、優しい。優しいよ、ミッキー。撮ってさ、その間クスクスね、全員。客から。客からのクスクス。本当に一人だ。お笑いの人なのに。あいつお笑いの人だよ。カメラも何にも持ってないから、あれ本当普通にプライベートで来てる。あいつ普通にプライベートで来てるみたいな。すごいね、なんか本当ファンなんだね。みたいな感じで出てて、必死に撮ってさ。で、顔も作れないでしょ。携帯もう明るいよ、もう無理でしょ。笑顔がしんどいね。で、携帯も撮ってさ。バシッと撮って。したらもう、ありがとうございましたって、もう早く出たかったわけ。そう出ようと思ったらさ、止められてさ、大丈夫、チェックしないで大丈夫とか言ってきて。あ、その、携帯をね。いい人だね、書かれてましたね。で、また携帯見てたらさ、で、また覗いてんの、俺の携帯。ミッキーが。撮れてるみたいな。撮れてる。いや、撮れてます、撮れてます、ミッキー。撮れてますって言ったら、ああ、また大丈夫。いつでもいいよって感じで、撮ってもらって。ああ、よかったじゃん。でさ、ああ、やっと終わったな。終わったと思って。地獄が終わったよ。終わったと思ってさ、それで時間がまだ1時間ぐらいあったわけ。へえ、まあね。でも最後の最後、ちょっと動物探してみようかと思って。ああ、動物だ。アトラクションじゃねえんだみんな探してみようと思って。で、ロジャーラビットかなんかのさ、うさぎ。あのなんか、すぐ入れたから、もしかしたらこれも家みたいな感じなのかなと思って、入ったらさ、全然家じゃなくてさ、一人なんだよね。何が？乗るのが。それも並んじゃうじゃん。俺家だと思ったからさ、アトラクション並んじゃったわけ。で、一人でさ、ずーっと行っちゃってさ、でさ、なんか車みたいなさ、バギーレースみたいなやつなの。ロジャーラビットのやつは。で、ロジャーラビットとそこの、なんとかタウンを抜け出そうみたいなやつだね。あの、扉とかバーンとかぶち抜く。あ、そうそうそう、開くやつだね。それで、基本的にはさ、あの、ぐるぐる回るのよ。そうそう。それで、2台が一つみたいになってるの。で、俺の後ろがカップルで、俺一人で乗ってさ、で、一人とカップルで乗って、で、このバギーが2台でスタートするわけ。
で、このバギーがさ、ぐる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 回るわけよ。回るよね。あの、ティーカップみたいな感じで。だからさ、俺さ、必死に回してたけど、ずっと向かい合ってるのよ。カップルと、カップルとずっと向かい合ったまま、俺一人で向こうカップルで、もう、すいません、回してますよ。俺回してますよって感じなんだけど、俺回して必死にやると違う方向行こうとしてるんですけど。やればやるほど。サーキットの狼。永遠向かい合わせたまま。向こう回してるからね、やだ。向こう回してるから、向かい合ったままずーっとさ、うわ行っちゃってさ、嫌な感じ出てんのよ、もう。苦しいわよ。面白いね。回んねえの。だあれ多分、なんか機械でやってんじゃないの、うん、ちゃんと。なんであれ向かい合ってんの絶対。わかんねえけどな、ね、どうしたらいいかわかんないもん、本当に。で、それで出ちゃって、外にまた。もう逃げるように出て。助けて。走るように逃げてさ、ドドドドドつって。あんな楽しかったのに、ミッキーの時は。で、なんとなく入ったのがさ、最後さ、また入ったの、逃げるように。すげえな、よ逃げる時入ったの、また。それがさ、いつスモールワールドなの。ああ、さ、一人ね、船に。え俺、ほんと船に一人初めてだよ。わ、スモールワールドじゃん、ほんとに。いっぱいいっぱい乗るやつでしょ。いっぱいが乗るやつだ。ダーダーダーって流れんじゃん、あの歌が流れんじゃん。乗ってさ、あれが流れ出してさ、みんなが歌っててさ、そうだよ。あ、俺死んだのかと思った。黄泉のマジであ、そういうなんか感じはするな。の水を渡ってさ、一人で船乗ってるわけじゃん。そうだよ、やばいね。誰もいないの。そしたらさ、みんな人形、世界中の人たちがさ、そうだよ。みんな一つだよーって歌歌ってるわけ。そうだよ、そうだな。で、俺、わ、死んだんだなと思って。みんな笑顔でな。いろんなことがね、今日一日のことで、走馬灯のようにね。ああ、死んだんだな俺、と思って、最終的についてさ。うわぁ、すごいな。あれ一人で乗るってあんまないよな。うん、って気づいて、帰ってきた。うわ、いいな。素晴らしい。それ VTR 残ってんでしょ？もう一応残ってた。だからそれはもう、だからまあ、全問細工で流す。そんな感じですよ、だから。どうなるかわかりませんけども。フェスかどっかで。流せればいい、ね。全編喋ったよ。全編喋った。もうこれだ、海がちょっと出たでしょ、もう。面白おかしいっていうよりは。もうだから面白いか面白くないかわかんなかった。まあね。最終的に。まあ、体験した話を今しただけだけど。女の60分だもん。古いな。そんな、旅行いかがですかっていう。やだよ、もう。最悪のツアーだよ。だから最終的に本当に、俺、ハギピーだけは許さねえって気持ちだけが残ったね。だから、ハギピーはな、まあ、プロデューサーっていう一番上にいるからな。まあ、そういうこと考えないからな。カメラ、ずっと回させられて。そうだな。もう最後だとちょっと切れてるよ。はい、以上終わりです。あ、カメラね。はい、以上終わりです。バシッて切って。家帰ってきて。ブワービール飲んで寝ちゃった。あら、ちくしょうがやろ、つって。なんだこれ。なんだこれ。ようこさんつって。そうだ、仲間たちと友達になれたっていうのもあるよ。何がハワイアのみんなと友達になれたっていうのが今ね。うん。まあ、貴重な体験だし。そんなメール来てて、ね、おう。なんか、ゼンさんという人が、ヤスさんこんばんは、ハワイアンズ一人旅楽しみましたでしょうかって、うん、ほう。もう少し時間があれば、マジックショーも見れたのに残念って。あら、じゃあ、その時いた人かな。多分の。マジックショーも2年ぶりに大リニューアルするそうなので、次回ハワイアンズに行く機会があればぜひ行かれることをお勧めします。もうハワイアンズ、もうこれでしか行けないよな、もう。迷路のようなハワイアンズ、まだまだヤズイさんの知らない未体験ゾーンがありますよ。なるほど。しかし、館内をジャンパー姿でうろついてるヤズイさん、熱そうだったな。それじゃあ、仕事頑張ってください。アロハーということで、本当にありがたい。人だなぁ。ジャンパーでカメラ回してんだろ。ゼンさん。いい人だ。よかったよ。あと、アイくん。アイくんね。ハワイアンズに罰ゲームで来たんですって言ったら、え？全然罰じゃないっすね。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。天国じゃないっすか。ハワイですよ。え、だって全然罰ゲームじゃない。それはすごくないですよ。それはちょっと心外だな。で、この後ディズニーランド行くんですよ。あー、それはね。なんでだ。逆差別みたいな。どういう立て分けになってんだよ。だから、こんだけやらされたわけですから、もう二人がね。いやいや、もうやめましょうよ。もうこれはもうこれで終わっても、これ、やつ一郎じゃないとできない。できない、できない。いや、別に面白くなかったでしょ、別に。いや、超面白かったよ。そ、まあ、ムカついたことあったんだ、その間さ、片桐がよ、電話してきてさ、こいつ、なんか。ああ、また。
性格の悪さ出ちゃった。こいつさ、そうそうそう、家族でさ、直しま言ってたんだよ。じゃあ俺はやつがその日やってると知らなくて、ね。知ってたね。知らない知らない知らない。知ってて、直しまは最高です。メール来るんだ。今まで一度も来てないんだよ。どっか沖縄とか行った時だってさ。沖縄も送ったじゃん。別に来てなかったのに、ないない直しま最高ですって夜来てさ。ないないない。あ、こいつ完全に俺のことバカにしてんだと思ったんだ。超してない。4000円のいるとこでしょ。その時、4000の時。4000のとこでさ、静かーにいる時にさ、メール来たからさ、地獄ですって送ったの。したら食いついてきてさ。地獄なのみたいな。どんな地獄ですかみたいな。わわわわわ。で、まあ一応返したりして、ね、してたらもうどんどん聞いてくるのね、ほりはほり。で、で、みたいな。だからラジオで喋るから、またねって言ったら、またねって言ったらさ、またねとはみたいな。なんその無理問答、お前。で、またねっていうのは、またねですって言ったら、からのみたいな。わわわわ。でも、あるでしょみたいなね。ラジオで話しますってちゃんと言ったら、そうだよ。ごめんね。こっち、なんかあんまり楽しくないからさ、楽しいのにさ。絶対楽しいだろ、だってあったかくてもなんか。いやいや、家族で行きましたよ、俺は。それで俺返して。うん、もうなんだ楽しそうだって、俺、今、おかめちゃんで飯食ってます。おかめちゃんプーだって。あかや、そうだよ。メールで、そんなことやってねえけどね。そんな感じ。いや、それはひどいですよ、片桐さん。いや、そう、知らなかった。ほんと知らなかったの。で、やつ、ほら、ね、草間彌生先生とか好きだから。いやいや、そうだよ。大竹しのとか好きだからさ。はい、それで、前、やつ今直しは前行ってて、いいよって言われて行ったのもあったから、送んなきゃと思って、伊賀くんとか。そしたら、あいつ、今ハワイにいるってことね。これは、これは美味しいつまみだっつって。どんな話だっつって。ホテル最高ですとかさ。わわわ。こっちはすごいとこぞ、泊まってたんだから。ビーチサイドでよって、ほんと。すげえもんな、ドアがペンキ塗りたてみたいになってんだもん。無理やり緑にしてんの。緑無理やりパステルカラーにしたの、全部。もともと多分全部ハイライトだったのを、全部ピンクとか。マンションの一室なわけですよ、マンションっていうか、だからもう、区営の住宅みたいなのあんじゃん。団地っぽいやつね。あんじゃん。階段。あれ、あれ、あれ。コンクリ打ちっぱなしの階段。あれ、あれ、あれ。それ、安藤忠雄のコンクリ打ちっぱなしじゃないあれすごいね。また違う、また違う打ちっぱなしのやつ。